男は茂みの中に身を潜め、冷静に息を整えていた。彼の手元には最新の GoPro カメラがあり、そのレンズはゴルフコースのフェアウェイに向けられていた。このカメラは単なる趣味のためではなく、ある特別な目的のために設置されていた。目の前を通り過ぎる人物、ドナルド・トランプの頭を 4K 画質で捉えるためだった。彼の計画はシンプルで、しかし恐ろしいものだった。トランプがゴルフカートでコースを回りながらリラックスしている瞬間を狙い、その頭を一撃で吹き飛ばす。目の前に広がる惨状を世界中に配信し、人々の心に恐怖を植え付けるのだ。 JFK の暗殺事件と同様、この映像は長く語り継がれ、権力に反撃しようとする者たちに警告を発するための象徴となるはずだった。男は冷静だった。ターゲットはすぐ近くにいる。シークレットサービスは目を光らせていたが、完璧なタイミングで注意をそらされる瞬間を彼は狙っていた。もしこの計画が成功すれば、民主主義への最大の打撃となる。彼は心の中でつぶやいた。トランプの姿が見えた。ゴルフクラブを振る姿は彼にとってただの無防備なターゲットでしかなかった。だがその瞬間、シークレットサービスが異変に気づき、犯人は捕らえられた。トランプは無傷だったが、男の計画は一歩間違えれば 9.11 以来の最大の悲劇を招くところだった。犯人がどうやってこのゴルフコースに潜り込み、トランプの行動を事前に知ることができたのか、警察と FBI は徹底的な捜査を開始した。明らかに彼の背後には大きな力が働いていた。犯人は単独ではなかった。多くの権力者がトランプの死を願い、そのために動いていることは捜査官たちも理解していた。世界はこの陰謀に驚愕し、背後に潜む勢力への恐怖が再燃していく。